だから最近というか、去年、おととし、去年の新日本プロレスさんの東京ドームの岡田和親選手は僕やらせていただいたんですけど、現在着られてるやつじゃなくて、あ、そうなんですか、その一つ前なんですけど、もう、僕は愛媛県なので、郵送になるので、まあ翌日届こうと思えば、まあその日の夕方には出さないといけないんですが、そうですね、あれは確か1月3日の、ん東京ドームで1月4日じゃないですか。4日ですね。1月3日の、で、あの一番こう、もうバタバタしてる時ですよ。で、業者さんで、一番当日集荷の締め切りが遅いところを探して、あの夜7時ぐらいまで、こうもうずっと塗ってて、もうそっからもう車で急いで納品よく間に、愛媛で次の日着くんですか、はい、次の日は一応着くので、次の日のあれか、大和だと2時過ぎ大和さん、そうですね、14時以降ですね、ですよね、すごいですね。え、岡田さんの、はい、ガウン、ニーパッド、まあ、タイツか、タイツと、まあ、当時はこう、その時はこう、なんていうか、スカートみたいな。スカートみたいなやつ。で、リングシューズは石井さんと。石井ですかね。石井ね。そうだね。そうそうそう。年末、そうだ。もう結構頻繁にね、電話とかはしてるんで、どうですかって言ったら、今、新日本の作ってますって言って、結構バタバタとかね、結構言ってますよね。そういうことがありますね。まあ、職人同士のつながりがね、結構あるので。お互い助け合いというか、ね、そうさっきも言ったその得意分野とかで、そうですね、この部分だけやっていただいたりとかね、そうですね、そうそう、僕はだから日谷さんはもうプリントやっていただいて、僕はもう昔のね90年代の職人なんで、今の方はねプリントやっぱり当たり前ですけど、ラバーシートでね、あのアイロンプリント、そうですよね、あんまやってないですもんね僕はね、手で切ってやるのもやっぱ限界があるデザインとか、ね、そのスポンサーさんのロゴとかだと、あとは女子とかも、女子は最近はスターダムさん、はい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 、ですかね、あれスターダムのマスクは大谷さんですよね、そうですね、マスクは僕一切やってないですね、ですよね、あれもちょっとねこう昔のアリション系のちょっとセパレート、そうですね、あの片方長いタイツで片方短い短パンだったりね、そうですね、まあ、やっぱマスク、僕そんなにマスク上手じゃないので、やっぱマスクはまあもう依頼来ても、まあそのマスク得意な方とかにやってもらったりすることが僕は多いですかね、女子って、ま、マスク難しいですよね、あの単純に小さくするだけじゃないんで、そうですね、首も細いし、そうですよね、難しいんですよ、男子は結構首も太めなんで、結構凹凸があんまりないから、女子だと首細いので、で顔もちっちゃいんでね、こう顔たなんか縦が短いですね、縦も短いの方は、そうでもここはそんなに、ね、うん、男性と変わらないんで、ね、すごく難しいんですよ、女子なんかね、僕なんか、まあ、代表的って言ったら、まあ、仮面天使ロゼッタね、フレイヤあれですよ、あれ僕ですよ、仮面天使ロゼッタ、もうあの時はね、ちょうどさっきも言いましたけど、3団体やってた頃だから、フル回転でございます、もう毎日のように藤崎さんとかね、ふごふご夢二さんとかかかってきて、飯田プロ今どうですかとかってね、次これこういうの行きます、デビラッツ行きますとかね、もうどんどんもう次から次へとね、そうそう、そういえば、はい、昨日だからアステカと喋ってて、はい、ザ・デストロイヤー、はい、ザ・デストロイヤーって、まあ今年でしたっけ、去年でしたっけ、亡くなりましたよ ね、 ね、あれデストロイヤー、僕とアステカ、まあ僕はあれですけど、本体はアステカが作ってたんですよ、そうなんですね、そうなんですよ、アステカが作って、で、ここのゴム入れだけ、僕が入れてたんですよ。ゴム、ほら、ミシン持ってないから、仕上げのミシン持ってないんで、ゴムだけ入れて、で、アステカにリターンして、送り返して、で、アステカは、アメリカまで行ってたんですって。納品に行ってた。納品に行ってた。だいたい、
5枚ずつぐらい、まあ、写真ありますけど、うん、5枚ずつぐらい作ったんですよ、うんうん、1回につき、はい、でそれをアステクがアメリカでしたっけ、うん、デストロイヤーってとこね、あっち行って、で納品してで帰ってきた、来てたんです。すごくないですか。すごいですね。送ってないんですよ、その自分で行ってたっていうね。すごいですね、それも。それだからデストロイヤーも結構20枚もっと作ったかな、うん、1回に5枚ずつだから、うん、結構いろんな色を作りましたね。まあ、俺はほらゴム入れるだけだからね。でアステカは 2A の何でしたっけ、あのちょっと分厚めの 2A で作ってましたけど、はい、うん、でほら去年今年でした、去年でしたっけ、あのほら追悼、はい、大田区体育館でデストロイヤー追悼講義をやったんですけど、はい、やったみたいなんですけど、まあ作ってた2人が呼ばれてないっていうね、誰も知らないっていうね。あ、昨日アステカ、おとといアステカと、うちら作ってたんだよなとかって言っててなんで工業呼ばれないんだっていうね。なんとも寂しい、ね、まあタグにも一切アステカ製とは書いてない、うん、ないんで、まあ、誰が作ってたかは分かんないんですね、うん、そういう。あと道の区で、はい、今でも使われてますけど、うん、スタンプラリー、うん、何枚スタンプ会場来たら1個押すやつあるでしょ、うんうん、あれも考えたの僕なんで。で、あれも、あれだね、10回スタンプを押して、押すと、うん、得点でリング上で選手とね、うん、写真撮られるっていう案もね、僕が提案しましたよ。もう結構、当時ブレイクで、今でもね、あの、2AW とかね、うん、2AW、まあ、会員隊の時はなんかやってたみたいですけど、うん、あ、すごいなと。あと、ジェットストリームアタックって、2000年ぐらいかな、違う99年ぐらい、うん、ジェットストリームアタックってあのあれガンダムのドム、あの3人のドムが、うん、直線でこうやってガンダムとこう1台ずつこうやる技、うん、はい、でプロレス版であれも折原正雄に教えて、うん、もう結構2010年ぐらいまでみんな使ってましたね。あれも僕ですからね。結構アイデアもう豊富ですよ、うん、僕。素晴らしいですね。すごいっすよ。結構受けますよね僕のネタ、うん、結構。またその辺もゆっくりと、ね、うん、聞かせ。今日じゃあ、ね、今日はこんな感じで30分ぐらい撮りましたからね。そうですね。さあ皆さんどうだったでしょうか、三谷さんの活躍ね。プロレス雑誌でほとんど、うん、うちらの仕事はね、うん、ほとんど皆さんに伝わんないですけどね。そうですよね。裏方ですよね。裏方ですね。本当に裏方なんですよ、うん、まあ、裏方はもう裏方らしくおとなしくしとこうかなと。ああ、俺結構出ちゃうんですねこのね、なり見ていただけると、うん、これと思うんですけど、まあ、だからプロレス好きな方は、うんうん、何らかしらの形で僕らの作品を、うん、そう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 見ていただいてるかなとは思いますね。ですね、うん、そう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 、ね、僕も結構いろんな、僕自身もテレビとかね、結構純烈ともの番組も出たりとかね、うん、まあ、僕は結構キャラクターとしてね、ゴッド千葉で売ってるんで、職人もやりつつ、職人プロレスに関わることも取り入れながら、いつもこう無得意なこう、いやーネタにこうね、プロレスショーでも結構ね、あの使ってますんでね、いろいろミックスしながら、ちょっと僕の場合はちょこういうね、ゴッド千葉だーで、まあ、正体ゴッド千葉だーなんでねもういろんなところで、でも3年 A 組でも、ね、もう全然もうあのいっぱい仕事しましたからね、いろんな現場で。素晴らしいですね。爆破とかも経験しましたからね。まあ中身は僕じゃないですけどねそうそう、レッドアクションクラブの人が、若手が入りましたけどね、いろいろ頑張っております。三谷さんももう裏方として、ご主人の方としてね、細々、ね、と、そうそうそう、みんなね、みんなそうです、うん、ということで今日はそうですね、そろそろ、ありがとう、そろそろなんか次のね打ち合わせがあるというので、打ち合わせ解けないですね、解けないですけどということで、黒柳千葉田でした。ありがとうございました。また
来週。来週。